はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、診断の情報がね5月10日実装される予定の診断の情報が来ましたので、ご紹介、まあ、解説ざっくりねしていこうと思ってます。いつも思うんですが、マスターデュエル運営さん、あのこのお知らせ世界一分かりにくいんで、世界一分かりにくいんでもうちょい分かりやすくできません？この文字だけお知らせマジでやめてくれませんか。これデュエルリンクス君をちょっと見習ってもろて、はい、まあ、関係ない話は置いといて、まあ、どういうテーマが来るかっていうと、ゴーティスっていうね、まあ、TCG さんの、テーマと、あとスターダスト、それから、ここに書いてあるんですけど、ジーランティス、エジルキミル、アセルトシンクロ、アクセルシンクロ、サラトドラゴンみたいなカードが実装されるという感じです。果たしてウェイクアップイワエレメンタルヒーローやらイロハモミジやらセキュリティフォースは来るんでしょうか。ちょっとわかりませんが、まあ、ちょっとこの情報は元にざっくりと、まあ、あのカード解説をしていこうかなと思います。解説できるカード少な。翡翠についにエースモンスターが実装されるということで、翡翠艇エジル・ギュミルさんですね。これが、まあ、あの翡翠の、まあ、エース大エースですね。レベル10のシンクロモンスターで、水属性チューナーを要求するので汎用ではありません。でレベル、攻撃力が3000ありますよという、はい、水属で、翡翠であれば、まあ、あのリーバーとか絡めてシンクロ召喚していくか、または新しいカードでシンクロ召喚していくことなので、まあ、そこそこ出ますこのモンスターは。まあ、別に翡翠じゃなくても水属性チューナー入ってるデッキであれば出ますし、あの効果は割と汎用なんで、あのドラデッキでも採用できると思うんですけど、水属性のチューナーがいればね。で、これどういうモンスターかっていうと、自分相手のターンにフリーチェーンで発動することができて耐性を付与します。自分のモンスターに自分のフィード上の表側表示モンスターは相手の効果では破壊されないし、相手の効果では除外できないということで、バウンス以外の、まあ、モンスターへの除去を、一応対策できるという感じですね。で相手の効果の発動にチェーンしてこれを、発動すると、その同盟カードを、除外できるということで、まあ、あのただでは知らないと、まあ、もしバウンスとかされそうになっても一応そいつは除外できるみたいな感じですね。だから相手のカードの効果にチェーンして打つのが基本的な動きになってますね。まあ、あの破壊除外できないので、結構ね、まあ、体勢自体は強そうに見えるんですけど、やっぱねティアラメンクスだと特にそのカレイドハートとか、 なんかそういうモンスターが、いるんで、ちょっとその辺が微妙かなとは思いますが、あと普通に打点で殴られるっていうね、戦闘では別にこれ破壊できるんで、そこがちょっと微妙かなと思いますけども、まあ、弱くはない効果になってますね。でこのカードが墓地で存在していて、相手の効果でカードが除外されると墓地から特殊な召喚できるよっていう、まあ、返ってくる効果を持っています。じゃあこのモンスターをじゃあどうやって出すかという話なんですけども、ですね、エジル・ギュミルさん自体は多分これ来ると思うんですけど、翡翠大権限っていうこのカードで出していくことが多いと思います。これどういう効果かっていうと、翡翠魔法トラップカードなんでエジルとか、から一応サーチができるようになってるんですけども、これが、フィールドまたは相手の墓地にモンスターが存在している状態で、かつ自分のフィールドに水属性がいる状態じゃないと打てないと。だからねちょっと発動条件ねちょっと難しいんですよねこれ、はい、まあ、なんですけどこの条件を満たしている場合、デッキから翡翠モンスターを墓地に送るか特殊召喚できるっていうめちゃくちゃ強い効果なんですよ。だからこれデッキからリクルートできるんでね、カードで、エジルから例えば翡翠大剣を持ってきて、翡翠デッキだとチューナーがいるんでね、エーゲロカシスっていう、こいつとかチューナーなんで、これ特殊召喚すると3と7で、特殊召喚してエジル・ギュミルが爆誕するみたいな、まあ、そんな動きになっていくかなと。エジル、からが、まあ、魔法トラップ何でも持ってこれるんで、一応これ選択肢になるんですけども、相手フィールドまたは墓地でモンスターがいないといけないんですよ。だからね先行で打ちにくいです、かなり。まあ、一応誘発とかウララとか増殖する時とか打ってくれれば相手がね、一応打てるは打てるんですけど、そうするとね、ただね、何もしてこないと、腐るんで先行だと、まあ、3ターン目以降とか2ターン目以降だったらいくらでも打てるけど、高校とかねはいくらでも打てるけど、まあ、ちょっとそこが難しいところですかね、はい。で一応、おまけ効果が結構強くて、自分のフィールドの表側表示の翡翠が破壊以外の方法でフィールドが離れた場合、まあ、バウンスとか除外とかね、の場合墓地のこれを除外すると相手のフィールドのカードを1枚除外できるということで、一応おまけもついてるんですよ。だからリクルートするだけじゃなくて普通にその相手のモンスターを除去する効果を持ってるんで、まあ、めちゃくちゃ強いと。こういうなんか2個効果があるも、まあ、カードは強いですよね大体ね。ついに襲来ゴーティス。これゴーティスって読むんだ。いや読み方知らんかったわ。これなんでかっていうと、海外産、海外の遊戯王 TCG さんのカードで OCG にもまだないんですよ。
マスターデュアル、あのマスターデュエルが先行でこのカード使えるようになるらしい、はい。まあ、そういうテーマもね、あのちょくちょくありましたけども、まあ、ここまであのテーマとして使えるようになるのはなかなかないですよね。でこれどういうモンスターかっていうと、あの令和のね除外解散物デッキです。メタファイズに近いね、動き方はメタファイズみたいな、なんかタイムラグあるんだけど、なんか除外ゾーンからモンスター特殊召喚あの したり、いろいろ除外ゾーンから効果発動してきて、なんか相手の場面触っていくみたいな感じの効果になってまして、例えば、このエースモンスターのレベル10のね、ゴーティーオブザディープビヨンドとかいうのが超かっこいいな名前、これ、これなんて読むかちょっと日本語では分かんないけどシンクロ効果モンスターでレベル10の、攻撃力はてなになってますよ、はい。なんでかっていうと、これ打点がね除外されてるモンスターの数かける500になるんですよ、はい。で魚族中内1体以上プラス中内以外のモンスター1体以上っていうので、なんかダブルチューニングとかしながら出てこれはします、一応、はい。で、このカード元々の攻撃力を、爆上げするには除外ゾーンにめっちゃカードを貯めなければならないと。でじゃあどうやって除外ゾーンにカードを貯めるかっていうと、これですね。このカードが相手のターンにシンクロ召喚に成功するとフィールドのカードを全部除外すると。これなんかトポロジックにもこんなやついましたよね。なんかリンク先でモンスター出ると全除外みたいな、なんかあれの似たような効果ですね。でこのカードがモンスターゾーンから除外された場合、次のターンのスタンバイフェーズに除外されているこのカードを特殊召喚できるという、はい。全部除外して自分だけは戻ってくる、まあ、そんな感じですね。結構ねこうやって除外ゾーンをかなり有効活用していくテーマになっていまして、ちょっとカード画像がマスターデュエルさん全く用意してくれないんで、ちょっとこの遊戯王ウィキでスーパー見にくいけど、じゃあそうなん、これね OCG 公式カードデータベースだとね、イングリッシュ版じゃないとねデッキ組めないんですよ。日本語にするとこれどうなるかっていうと、ちなみにこれ日本語するんじゃないですか、そうするとねカード消えるんですよねTCG さんで OCG にカードないんで、この日本語版の、カードデータベースにするとこれカード消えるっていうなんかやばいことが起きるから、まあ、ちょっとイングリッシュ版でちょっと表示してるんですけど、かなり数は多い、かなり数は多いゴーティスは。でチューナーが結構特殊な効果をしていて、例えばこいつですね、これなんていうの、ピース何これ、これカードで言うとこれなんかタコみたいなやつ、これは、チューナーレベル2のチューナーだから、まあスプライトとかとは忘れられるかもしれない。これでこのカードが特殊召喚に成功したターンのメインフェーズに、アクセルシンクロしますっていう魚族シンクロモンスターを自分のフィールド上のモンスター使ってね、だからなんかクリストロンとかと似たような感じかな、相手のターンにシンクロしてくるみたいな感じのテーマです。で、魚族しかシンクロできないから、縛りはありますみたいな感じですね。でフィールドのこのカードを除外するとうんたらかんたらみたいなのがこういう効果になっていて、こいつだったら手札からなんか自分以外の魚族を出せる、だからこれでシーラカンス出したりとか、何でも魚族だったらサーモンとか出したりまあそういうことができるという感じですね。でこのカードが除外された場合、次のターンのスタンバイフェーズに特殊召喚できるよっていう効果があるので、これが毎ターンその除外すると蘇っていくみたいな感じですね。でこの1番の効果を使って相手のターンに動いていくみたいな、まあ、そんなイメージでございます、はい。で1番と3番は、このクリオネリマキナ君も同じ効果持ってるんですけど、ですね、それがこのシーフってやつかな、これね、これカードで言うとこのなんかクリオネみたいなやつ、このクリオネみたいなやつが、これなんだけど、1番と3番はさっきと同じ、タコみたいなやつと同じで、でカッコ2番は墓地のこのカード除外すると自分のフィールドの魚族モンスターの打点を500アップするっていうので、で除外されると自分戻ってこれるから結構これ相性が良くて、こいつをだから墓地に落とすと魚族がいれば、ね、自分のフィールドに魚族がいれば自分のターンに戻ってこれるんですよ。だからとても相性がいいカードとして、デッドリーフ、例えばこのデッドリーフでさっきのそのこのクリオネリマキナみたいなやつを墓地に落として、で、打点アップすると次のターンにクリオネ帰ってきて、でクリオネとデッドリーフでレベル6のシンクロ召喚ができるみたいな。でレベル6のねシンクロモンスター、レベル8のシンクロモンスター、レベル10のシンクロモンスターっていうのがシンクロモンスター4種類ぐらいいんだけど、このテーマレベル6のね、カード画像で言うと、これなんだろうな、これちょっとわかんない、テーマが海蛇ちょっとわかんないけど、これは何するかっていうと、レベル6のシンクロモンスターで汎用で、このカードがシンクロ召喚に成功するとデッキのレベル6以下の魚族を除外すると。だから、チューナー除外してもいいし、下級モンスターとか上級モンスターもいいけど、この辺も除外すると効果が発動します、はい。でこのカードがシンクロサイトとして墓地を送られると自分の墓地の魚族を除外して、レベルが除外したやつ以下のレベルの魚族を強打に加えるっていう効果があります、はい。
こいつをね出していくことによって、まあシンクロ召喚をつないでいく感じで、レベル8のねあのシンクロモンスター、まあ絵で言うとこいつですね、はい、これが結構まあ効果としてはかなり強いんだけど、これなんかトビオみたいなやつね、トビオみたいな、これが、シンクロレベル8でチューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上で作れて、シンクロ召喚に成功すると自分のフィールドの魚族と相手のフィールドのカードを1枚ずつ除外できるよと。でこいつが除外されると、自分の墓地から魚族を除外して特殊ができるよという、だからまあ自分をコストにして除外してまた自分戻ってくるみたいな動きができるんで、まあ、1体で完結している非常にあの強い効果になっていますね、はい。まあ、こういうあの除外をぐるぐるさせる動きを使って戦っていくっていう感じのテーマになってますね。ちなみにあの OCG にカードラインでマスターデュエルで今このデッキ見てみるとこうなります。世界流 G ランティスね、これはね、まあクソレッカーたち御用達みたいなモンスターなんですけど、これどういうモンスターかっていうと、あのねリンク4の2500の水属性モンスターで、これね効果モンスター1体以上っていう条件で出るんですよ。これどういうことかっていうと、あのねリンクモンスター1体で出ます。あのアクセスコードトーカーとかね、あのアポロウーサみたいなリンク4のモンスターを1体墓地送ってこれ出せるってことですよ、はい。だからまあリンク4でリンク4出すみたいなことですね、はい。転生リンク召喚みたいな感じです、はい。でこれどういうモンスターかっていうと、Gランティスは自分のヒント上に1体しか存在できないよと、まあ、要はだから G ランティスを使って G ランティスを出すみたいなことはできないと。で自分のメインフェーズ、にフィードのカードを全部除外しますと、お互いにね。でその後この子から除外したモンスターを可能な限り元々の持ち主のフィールドに表側表示または裏側守備表示で特殊召喚しますよという効果がありまして、これ自分が全部選びます、表示形式も場所も。だから例えば相手の総合リンクを崩したりとかね、あとなんか相手のなんかそのエルフのリンク先になんかモンスターが置いていてなんか対処取れないみたいな、効果でも一応なんかその場所をずらして対処取ったりとか、あと、守備表示に単純にしてね、裏側守備表示にしてからなんかその破壊したり戦闘効果を破壊したりあのバウンスしたりとか、あとなんだ、まあ、永続系の効果を無効にしたり裏側守備表示にしてね、まあ、そんな感じの動きができると。でこいつの真骨頂は何かっていうと、出し直したら効果が有効になるモンスターと一緒に使うことなんですよ。だから名称指定ターン1がついていないようなモンスターですね。まあ、今回右側に映しているのはこのゼンマイっていうなんかガチでぶち壊れギミックなんですけども、このゼンマイモンスターたちとかっていうのはこれターン1がついてなくて、なんか特殊召喚めっちゃできるんだけど、あの名称ターン1もついてないっていう、だからもう一回出し直したらもう一回使えるんですよ。だこういう出し直したらもう一回使えるのモンスターはこの G ランティスで出し直してもう一回効果を使っていくと、ゼンマイマジシャンワンターンになんか6、7、8回ぐらい効果使うみたいなこともできるわけです、はい。これが真骨頂だと僕は思っていて、これをね使うとね先行ワンキルとか余裕でできるんですよ。はい、というわけで、悪用されるだろうなというふうに思ってます。これかなり強いんで1枚は持っておきたいですね、これね、このモンスターで、自分が相手のバトルフェーズにフィールドの総合リンク状態のモンスターの数までフィールドのカードを選んで破壊するという一応効果を持ってるんで、まあ、結構これ優作くんのエースモンスターであるファイアボールドラゴンとかとは相性がいいですね。総合リンクだとバウンスできるっていう効果一回出し直したりとかすると、なんかまたもう一回効果つかないようになったりとか、あと総合リンクも結構しやすいんでね、マーカー的にね、はい。なので、まあ、この辺ちょっとぜひね、いろんなデッキで使ってみていただければというふうに思ってます。そしてアクセルシンクロスターラストドラゴンさんね、革命モンスターですよ。これ革命です。まあどういうモンスターかっていうと、レベル8のシンクロ、モンスターでございまして、でチューナープラスチューナー以外のモンスターっていう汎用レベル8ですね、はい。でこの方がシンクロ召喚に成功すると自分の墓地のチューナーを特殊召喚できますということで、まあ、要するに、まあ、1か2蘇生したら、まあ、9とか、まあ、10とかのシンクロにつなげると。でお互いのメインフェーズに、こいつリリースする と、スターラストドラゴンを特殊召喚して、自分のフィールド上のモンスター素材にしてシンクロ召喚をしますよというね、効果を持ってまして、まあ、自分たちだけだと例えば10シンクロで相手のバロネスとかね、アイタンバルネスとかは、まあ、さっき言ったようにエジル、ギュミルとか、まあ、ショウエイとか、まあ、レベル9でいうところの、ブレイバーとかパワーツールブレイバーとか、ああいうモンスターをシンクロ召喚で出せますと。でさらに、このターンそのシンクロ召喚したモンスターが相手が発動召喚を受けないという、まあ、超耐性を、ね、得ると。まあ、ちょっとリリースしたはずなんで、まあ、墓穴に弱かったりとか、まあ、そういうのはちょっとあるんですけども、まあ、一応狙っていく価値はある
まあ、カードかなというふうには思いますね。でスターラストドラゴンも特殊召喚できるんで、進行召喚扱いで、まあ、蘇生制限も満たしますし、でしかもスターラストを大空にしてシューティングスターみたいなね、まあ、動きもできますから、これなかなかね面白いモンスターですね。まあ、革命なのはやっぱりね、8シンクロしたら、まあ9、10簡単にできるっていうところですね。まあ、例えば今回のデッキで言うと、まあ、翡翠とかにはあのディーバがいて、でディーバからレベル8のね、アクセルシンクロスターダスト出して、でアクセルシンクロスターダストから、バロネスまでつなげるみたいな、バロネスか照英とかまでつなげるみたいな動きができるので、これめちゃくちゃ強いですね。はい、まあ、このカードはまああの翡翠だけじゃなくて、ね、いろんなデッキに入ると思いますよ。はい、あの8シンクロできるニチューナーを搭載しているデッキだったら、まあ、入れといてそうはないかなっていう感じですね。で、最後アサルトシンクロンですね。まあ、ちょっとまだデッキ組んでないんで、ちょっと右側のデッキはあんま関係ないですけど、これあのねアサルトシンクロンくんね、超汎用レベル2特殊召喚チューナーなんですよ。これレベル2の、チューナーで、自分のメインフェーズにこのカード特殊召喚できて700ダメージ受ける。でこのカードで特殊召喚したこのカードがいる限りシンクロしか出せないって書いてあるんですけど、まあ、このシンクロしか出せない縛りがあるだけでめちゃくちゃ簡単に出せるシンクロチューナーなんですよね。これ革命で、あんまねこういう効果持ってるやついないんですよ。だからこれはね、あのね、もっといた方がいいと思う。強いから、普通にレベル2チューナーとして強いから、だからさっき話したあのアクセルシンクロサラソみたいなモンスターも結構出しやすくなったりとかね、このモンスターあの蘇生してねみたいな動きもできるし、もちろんジャンドであジャンクスピーダーとか特殊召喚してなんかあの宇宙を想像したりもできますので、まあ、これはジャンドとかでも使えるし、他のシンクロテーマでも何でもあの出せる、めっちゃ強い最強チューナーレベル2なんで、まあ、これはね圧倒的所持しておくべきチューナーカードであると思います。はい、はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、個人的にはこのゴーティスがめっちゃ楽しみですね。あのビートルーパーみたいな感じで、あのマスターデュエルと TCG でしか使えないっていうね、まあ、状況になってるんで、これなかなか楽しみではございます。はい、まあ、今回のパック、ちなみにあの環境に影響を与えるかという話なんですけども、あんまり影響ない気がしますね。あんまり影響ない気がします。はい、あのアクセルシンクロサラソぐらいは全然使われるし、アサルトシンクロンとかあのそういうのはめっちゃ強いですけど、なあのテーマごとにゴーティスとかもなんか別にクソ強いかって言われると、一番勝負とかないしな、なんか微妙な気はするので、あのなんかそこまでかなとは思ってる。まあ、一応デッドリーフが一番勝負じゃ一番勝負だけど、はい、っていう感じなんで、まあとりあえず動画を見て、まあ、向くかどうか決めていただければなというふうに思ってますね、このパックは。はい、というわけで、グッドボタンとチャンネル登録をポチッと押してお待ちいただければなというふうに思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。